はい、おはようございます。今日は2018年1月の18日になります。今日は吉澤直美さんをお迎えして、そうですね、またいろんなお話をお伺いしていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いします。では健康クリエイターの吉澤直美さんをご紹介させていただきます。はい、直美さんおはようございます。はい、おはようございます。すいません、朝パタパタしました。まあね、本当にこの、機械物っていうんですかね、なかなか、スムーズに行くときと、ね、行かないときとがありますのでね、大変な、思いをされました。どうも、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ちょっとね、私の方が、この、週明けぐらいから、風邪を、はい、引いてしまいまして、そうね、ちょっと喉がね、声が出にくい状態なんですけれども、はい、うん、オンガードですよね。はい、はい、今日はその話をしようと思ってたので、そうなんですね。そうなんです。オンガードを、先日は、思わずこうも、扁桃腺のところが痛くなって、で、そう、あ、これはちょっとやばいと思って、思わずこう、飲みました。口の中にいたら、もう、口の中が痺れたんですけれども、はい。まあ、ちょっとその晩、痛みが和らいだかなと思いますけど、はい。以前ね、沖縄で直美さんにお目にかかったときに、病院に、まあ、お友達のところに行くことがあって。はい、一緒に行きました。ね、はい。その時に、マスクをしようかなと思ってたんですけれども、はい、直美さんが、こう、オンガードの、なんていうか、カプセル状のものです。カプセル状の、はいはい。ね、くださって、それ飲ませていただいたんですけれども、私とかはそれが予備がなかったんで。いやいやいや、全然全然。でもそういうの、まさか私が風邪をその引くとは、その時思ってなくて。でもやっぱり、あるといいですね。やっぱりね。はい。はい。まあそういう、まあ、なりそうな時もそうだけど、普段から、なんとなく、エビ用剤ではないんですけれども、まあ、香りを楽しむとか、いう形で、まあ、摂取したり、まあ、香りでね、嗅いだりしていることでも、予防にもなるので、そうなんです、ね。まあ、そんな使い方もね、っていうのを今日話そうと思ってたら、まさか、アンコさんがちょっと風邪気味とは。そうなんですよ。そうなんです。ちょっとね、いいですかね。私、オンガードが、洗面所に持っていったんで、持ってきます。ちょっとしばらく、お待ちいただいてよろしいでしょうか。ナミさんの。私が持ってるので。あ、そうですか。あ、そうですか。はい。はい。じゃあ、よろしく。話をしようと思っていたので、ありがとうございます。もう、いつもこのね、スティティビを通して、メディカルアロマっていうのをね、皆さんにお伝えできて幸せに思っています。ありがとうございます。で、あんこさんも今話してくれたオンガードね。はい。でも聞いたことない人もね、いると思うんで、オンガードなんか耳で聞くと、何言ってますかって言われることがある、ガードするって言いますよね、自分の周りのね、ガードするっていうのというのの、オン、オフってあるじゃないですか、スイッチオンにしてきて、でもオフにしてきてっていうのという、デッキ切っていってみたいな感じで、オン、オフのオンがついてて、ガードすることのオンっていうスイッチが入るって思ってくださいね。はいはい、そうすると自分自身をガードしてくれる、スイッチボタンをオンしてくれるっていうのが、まあ、この大きな、名前のイメージとして捉えてほしいんですよ。イメージとして。あ、なるほど。なんか、オンガードって言って、何それ、何が入ってるのとかね。あと、どんな意味でこんな、なんか、ちょっと発音が聞きにくい方もいるもんですから、はいはい、そうやって自分をガードしてくれるっていうことを、オンスイッチ入る、とっても素晴らしい、まあ、アロマがありますよ。ね。で、あんこさんもね、ちょっと風邪気味で使ってもらったりとかっていうことで、今日よかった、もうこれやろうと思ってたので、そうなんですね。から話しましょうか。そうですね。まぁ、ちょっと今日いろんなメニューがあって、そうですね、はい、新年を迎えての健康占い、そしてね、はい、お体のどの辺に気をつけていきましょうかとかね。やっぱ新年早々なんで、やっぱ風邪とかね、あとインフルエンザが沖縄は流行ってるんですよ。あ、そうなんですか。なんかね、インフルエンザもね、嫌ですよね。そうですね。オンガードは 90% 以上を
非常に役に立つっていう医学的検知ができるんですね。なので私も今週は 2,3 箇所ですかね、先週と今週でオンカードの講習会やってたんですけれども、あ、そうなんです。大変興味を持って、でお子さんがいる方なんか特に、はい、沖縄の場合子だくさんのお家が多いですので、一人がどこかでもらってきちゃうと全員になっちゃうから大変なんですよね。なのであとご主人が仕事場で一人二人インフルエンザが出始めるとやっぱり心配になる奥様が、ご主人のためにっていうこととか、そういうことで、まあ、ご主人がもらってきたら自分も引いちゃう可能性もあるわけですから、はい、って言ってオンガードとってもおすすめしてるので、はい、オンガードっていうののあんこさんちょっとなんかピリッとしたっていうね、ことです。アレルギー全般になる方がいるんですよ。このオンガードだからではなくですね、そうなんですね。レモン、あんこさんもね、時々使ってくださってると思うんですけど、レモンだけでも、私も先ほども朝起きて、コップにお水を入れて、レモン液入れて飲んで、ここに座ってるんですけど、なるほど、うん、そのレモンでさえも、なんかピリッてしますっていう方いますよ。そうです。でもそれで、ピリッてするのが、私がこれが合わないとか合うとか、そういうことではなくて、あるもの性質です。ですので、直接ダイレクトに当たるとそういう風になる方がいるんですけれども、全然問題はないので、で気にしなくてもいいです。ただ気にする人がいますから、気にするときはお湯とかお水に薄めた状態で飲む。ダイレクトに使わないっていう風にすれば、入れてからお水とかじゃなくて、もう中に混ぜてから飲めば、気象が変わります。ただ、オンガードはね、飲みたいなとは思わないんで、ちょっとうがいに使いましたけど。そうですよね。スプレーにしてもいいし、なるほど。オンガードのスプレーはすごく素晴らしいし、オンガード自体でハンドウォッシュっていうのもあるぐらいなんですよ。私は台所と洗面所に、よく、まあ、手洗うための、なんか泡出るいろんなメーカーさんと、手洗う除菌、ハンドウォッシュみたいなのありますけど、ドテラからはオンガードのウォッシュがあるんですよ。私は必ずこれです。これをもう某幼稚園にもおすすめして、何箇所かに使っていただいてるんですけど、お子さんはやっぱり風邪、みんな一人引いたらバーって広がるので、オンガードを飲めって言ってもね、お子さんね、やっぱり先生たちもね、なんかちょっとどうかなって思うみたいなんですよ。でも、手を洗うって大事なのは伝えてるわけですよね。このお家でも風邪予防に手を洗いましょう、うがいをしましょうって言いますよね。で、どうせ手を洗う、どうせうがいをするんならっていうことで、まず手を洗う方にハンドウォッシュ、あります専用の、キッチンに置いてあるんで取ってきてもいいんですけど、泡がありますので、これですと同じように 90% ウイルスと戦うっていうことで、まあ私も料理も教えてますから、完璧なんですよ。心配ないし、インフルエンザウイルスにもつまり大丈夫っていうことの信用度が高いですから、私はお料理教室の時、自分でお料理をする時、外から帰ってきた時、誰かに会った時、必ずもうオンガードウォッシュで手を洗ってっていうことをやってます。だから、あこさんみたいにこうね、飲むとかいうのはちょっとどうかなみたいな人は手洗う方から使ってみるっていうことね。そうですね。寝るときにこうマスクするんですけど、マスクにね、オンガード垂らしてね、マスクします。なるほど。オンガードでね、マスクするの最高、素晴らしい。まあ、飲むよりはまあね、緩いかなと思うんですけど、まあ、気管にね、なんかこう入るかなと思って。そうですね。で、オンガードに垂らすとき、もしかしてこれをそのままこう、一滴マスクに落としてます？はい。はい。それでも素晴らしいですけれども、もしこれご覧でお子さんにマスクとか持った方は、スプレー作ってからでいいですよ。いわゆるボトルがありますね。今日ここに置いてある小さな100円ショップで売ってるような、携帯スプレー、乳液とか入れられるんですね、これぐらいの。それに、お水入れて、オンガードを入れて、もう常備でスプレーどこでもできるように作る。で、カバンに入れられるようなバッグにね。で、それをマスクの口の当たる内側ですよね。内側にシュッ
ってやって、それで寝ても十分ですよ。はあ、そうなんですね。目は、ね、見えないかもしれないんですけど、はい、この後ろに、はい、ディフューザーを今、置いてるんですね。はい、ディフューザーにあのオンガードを入れて、夜寝るとき、大抵あの寝るっていうのでも、すごく、あ、いいですね。あの寝るときにあの今日もちょうど話そうというか、うん、この時期は、ね、特にディフューザーは役に立つんですよ。風邪に戦うとか、まあ、インフルエンザ予防とか、あとは正月疲れが出やすい頃あの、あとでもちょっと、ね、沖縄に来てて飛行機に乗ったりして、そうなんです、充実して、ね、楽しい沖縄だったから、そうそうそう、そうそう、ね、もう本当に、6日からあの沖縄に伺って、まあ、10日にはもう帰ってきたんですけれども、まあ、あのその間ね、あのほら久しぶりにねお友達とゆっくりできるもんやから、でほら今回はあのスケジュールがあの、まあ、あのお茶会とかもなかったし、なんかプライベートな感じでゆるゆるやったもんですから、もう夜中の3時半ぐらいまであの2日間ぐらいお話ししたりとかしてて、女子会のノリで、あのそう、なんかちょっとパーティーっぽかったですよね。そうですね、まあ、あの普段ほらお話をゆっくりできないお友達もいたんで、ちょっとこうね、はい、あの気がついたら3時半まだまだ喋りたいけど、じゃあもう寝ようかって感じで、はい、なんかちょっと寝不足があったりとかね、大阪帰ってきたからすぐにね、あの、鑑定団やったんですけどね。ね、なんか、あ、もうすごい、もう帰ったその日にもスピティビーはあったりとか。そうそうなんです。もう、思わず、なんか、あの、皆さんが、こう、なんか、おっしゃってる間に、ちょっと、あの、コクッとしてしまった。あんこさん、あんこさん。すいませんでした。ね、そんな時も、あの、あれですよ、やっぱディフューザーがね、あの、あればディフューザーで、うん、まあ、アロマの力を少し、エネルギーのチャラジにも使えますから。なるほど。まあ、あの、私とかね、お線香はよく炊くんですけどね。お線香もね、あの、悪いわけじゃないですけど、そう、でも、まあ、いろんなちょっと香りをね、うん、そうですね、アロマのね、そういう、あの、ものがないので、またね、ちょっと用意しときたいなと思います。あの、ディフューザーがない場合も、先ほどの、ボトルの、なるほど、スプレー、あこさんにも1、2回はい、はい、もらいましたね、はい、あのボトルにお水とか、今日後でやろうと言ってた柔軟剤の話で登場する、はいはい、まあ、精製水っていうのがこんなボトルで、あ、はいはい、あの、まあ、薬局でそんなにドラッグストアで、まあ、ないものですね、結構たっぷりあるし、はい、こういうのでもお水でもいいので、それを携帯用の、まあ、そういうスプレーにボトルに入れて、スプレー式のアロマを作っておくとですね、部屋に寝る前にシュ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 って寝るだけでもディフューザーですよ。微粒子が。なるほど。なるほど。で、それで自分の寝る布団の周り、シーツとか、うんうんうん、それから枕とか、うんうん、それから先ほどのマスクですね、アロマさんがされるような方はマスクとか、私は結構ね、枕にやるといい香りがするので、あの、たっぷりすることないんですよ。一吹きシュッてやるだけでも。もう全然、例えば好きな香りでいいですよ。ゆっくり寝るような。まあね、ラベンダーとかね、結構好きなんでね。そんなのやるだけでも、その香りを吸い込むっていうことが、あと感じることが、アロマの大変素晴らしい使い方なんです。なるほど。ね、じゃあまたちょっと、まあ、ティートリーとか、ああいうのやったら、殺菌作用がね、あるから、ね、そういうのがいいかもわからないですね。そうです。特にあの、あこさんはね、お父ちゃまもいらっしゃいますので、そうなんです。男性はティートリーとか好きですよね。そうですかね。なので、甘い香りが苦手な男性たちには、そういうグリーン系の森林系、森系の香りは、とってもなんかリラックスするそうですね。はい。なんかね、うん。まあ、本当に、風邪はね、まあ、あんまり私は病院とかは行きたくないんですけれども、やはりインフルエンザやったらね、困るし、で、はい、まあ、明日からね、ライヤーのワークショップがあるんですよ。ライヤーを作るんですけれども、奈良、吉行さんっていう方、
が、奈良さんが来られて、そして、鬼塚さんがね、先生してくださって、ライヤーを作るんですけど、まあ、そういう時もやっぱり席をして、ね、他の方にご迷惑かけてもね、いけないじゃないですか。なので、ちょっとこう、病院に行って、昨日はね、してきましたね。本当はね、病院にあんまり行きたくないんですけどね。そうですよね。でもね、ね、咳とかも実は、もう少しアロマで楽しみを増やしていっていただければ、咳込んだ時とかにも使えるアロマがあったりとか、気管支系、喉系の専用のものも細かく分けるといっぱいあるんですよ。オールマイティっていう意味で、オールマイティ。意味で、まあ、総合的に使えるっていう意味で、まあ、オンガードっていうのがありますけれども、もう前々言ってきたりとかしたら、もうイージーエアーとかっていうので咳とか、この気管支、この喉からこうなんかゲホゲホとか、はい、でイージーエアーっていうのをやったり、でイージーエアーがない場合はもうペパーミントの方が良かったりとか、はい、使い勝手もオンガードがいくらオールマイティーで素晴らしく、力発揮できると言っても、症状によっては、ペパーミントの方が良かったり、エアの方が直接もう症状が出ちゃってたら、その方が良かったり、いろいろしますので、ペパーミントは持ってましたかね。はい、持ってます。それをね、一滴手に取って、前ちょっとね、みんなで遊んだと思うんですけど、こうやって鼻で嗅ぐっていうのをね、やると思います。で、鼻で嗅ぐっていうのはもう、お遊び含め、嗅ぐことに意味があるわけですけど、アッツさんは咳込みそうだったら、それをココナッツオイルで飛ばして、この辺に塗ってください。こうやって。そういうことで、イージーエアーがあればまたやってもらうけど、なくても、イージーエアーっていうのの複合タイプなんですね。あれも気管支のためのいくつかのオイルを合わせたことなので、その中の成分の一つにペパーミントがあるので、ペパーミントをこの辺に、こう胸のあたりにこうやって、ココナッツオイルで伸ばして塗っておいてください。はい、ちょっとかなり落ち着きますよ。で、よかったらこの首のリンパのあたりにオンガードの方ですね。リンパの方で弱みが出ましたら、リンパの方にこういうふうに、スプレーでもいいからね、やるといい。で、マスクの裏に垂らすっていうね、ちょっとやってみるといいかも。ありがとうございます。ね、はい、早速ね、終わったらやってみたいと思います。はい、はい。オンガードってみんなね、一体じゃあ何なの何なのってもうすでに思ってると思うので、この中にオレンジが入ってるんですよ。オレンジ。そうなんですか。オレンジって食べるね、果物のオレンジ の、はい、抽出したものですけれども、オレンジが入っているのと、シナモンが入ってるんですね。シナモン。シナモンすごく風にいいんですよ。いわゆる風ですね。インフルエンザって意味ではなく、風邪ですね。だから、シナモンを、使う料理とか、例えば、アップルシナモンなんかを私、この時期、おすすめしてて、リンゴを売ってますよね。はいはい、で、リンゴをおやつに食べるときに、例えば、食べてほしいって意味で、食べてほしいなって、リンゴ、売ってるリンゴでいいですからね。はい、いくつかのね、簡単なこのアロマを使った美味しい食べ方がありまして、私がみんなにね、最近、講座ごとに持っていくのがあるので、はい、アロマも、シナモンはね、もしこのアロマのシナモンっていうのもあるんですけど、はい、これが美味しいし、すごくいろいろいい意味でいい成分が取られてますが、なくても、粉、パウダーって、シナモンと持ってると思うので、それでも、まあ、ある程度活用が効きますから、リンゴを買ってきて、まあ、薄くスライスしたり、まあ、好きなようにこう刻んでもらって、ここにオレンジのアロマがあればオレンジ、オレンジ絞ってもらって、はい、でシナモンかけて、はい、でちょっと蜂蜜とかメープルシロップ入れて、はい、加わって持っちゃうと、最高に美味しいです。そうなんですね。で、トースターとか、あるいはオーブンがどっちでもいったら、私もね、もう生のままで美味しいんですけど、はい、まあ、温めると香りも引き立つんですよ。粉のパウダーの人の場合は、香りがプープーンって出てくるから、香りが気持ちいいと思うので、それを、いわゆるパンですね、はい、トーストすればいいです。トーストすればいいと、とっても美味しい、よく売ってるような、パン屋さんで売ってるような味の、はい、なんかいろんないろいろフルーツのせのシナモン風味の、美味しいパンができます。いいですね。なんか今から食べたくなった。どのパンでもいいので、例えば、食パンっていうのがありますよね、食パンっていうものに、まあ、用意しておいて、ちょっと、薄いと染みちゃうから6枚切りとかは、
そのぐらいのものをやらせてもらって、であのバターロールでも何でもいいんだけどね、はい、で先にリンゴを刻む、はい、リンゴを刻む、でオレンジのオイルがある人はオレンジ、はい、ない人はオレンジちょっと絞る、はい、でシナモンをかける、はい、でオイルがシナモンある人はシナモン入れる、はい、みんなオイルの人は一滴でいいんですよ、安らかりで上等ですね、はい、オイルがある人は一滴ね、でそれで蜂蜜かメイプルシロップを混ぜて、ほら私は白いお砂糖を使わない人だから、はい、蜂蜜かメイプルシロップをそうですねティースプーン一杯紅茶の一杯分ぐらいを入れて、果物を先に混ぜますね、はい、リンゴをよく混ぜます、はい、だけでも最高に美味しくて、はい、冷やしていても美味しいんだけど、風邪をひいたり、あとそういういろんな人にもう香りを楽しむってお伝えするメディカルクッキングを教えてますから、私は、ね。メディカルクッキングね。メディカルクッキング。それにそれを乗せて、はい、トッカーで3分から5分かな。火力によるので何とも言えないけど、様子見て自分で出してくださいね。はい、はい。とっても美味しいです。はい。はい。もうぜひ。シナモンの香りがして美味しいです。ああ、でそのシナモンは本当に風邪とかにもね、よかったらいいですよね。でしかも冷え性予防にもいいんです、シナモンは。で、よくまあ、体はそんなでもないけど、指先が冷えるのとかね、女性は意外といらっしゃる。はい、はい。そういう、で、足先だけがなんかどうも冷たいとかね。そういう方たちにシナモンはどんどん取ってほしいっていうのが薬膳とかアーユルヴェーダーでも同じ考えです。はい。はい。なので私はもう美味しいもの大好きなんで、前も話したと思うんですけど、薬膳の方も、はい、中医学を取りまして修了してるんですけれども、そこの先生が沖縄の琉球薬膳の素晴らしい先生がですね、はい、教えてくれてる料理の中で、私自体もびっくりした料理がありまして、がシナモン餃子、いいですよ、焼いてる間中、フライパンでこう蓋してる間中シナモンの香りがもう蒸し上がってきますから、焼き上がるというか、餃子作るときにシナモンのパウダーを、薬膳の方はねオイルを知らなかったですから、パウダーと普通のものを使うんですけれども、はいはい、ニンニクをすったり生姜をする餃子、ですが同じように作っていいんですよ。最後の最後にシナモン大量に入れます、大さじ1ぐらい。めっちゃめっちゃシナモン風味で美味しいですよ。はい、へえ。風邪予防にもいいです。そうですね、本当に風邪予防って大事やなと思いますね。ね、そういうシナモンとか、まあ、嫌いな方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、まあ、でも、本当に美味しく、風邪予防できたらいいですよね。で、この間も、ママさんが、4ヶ月ぐらいの赤ちゃんと、それと、5歳の男の子を連れてきてくださった、アロマの講座に来てくれたお母さんが、私はね、平気で統一して、このシナモンとかオンガードを入れたおやつ作っちゃってたんですね。そしたらやっぱりね、5歳の子はですね、シナモン苦手でした。美味しいものを作っても、大人たちが、わあ、美味しいって言っても、どんなに言っても、ちょっと舐めて、ウィーって言ってますよ。オンガードもお料理に入れるんですか？お料理どころか、いろいろ使えば、そのまま飲んでも食べてもいいので、大人のお子さんが、はい、飲み会の席にも持っていけ、人がいっぱいいるでしょ。で、今まだ新年会とか沖縄やってるし、沖縄お正月が、前も言ったかな、4回ぐらいありますから、はいはい、まだ宴会が多いんですよ。はい、泡盛に一滴入れて飲んでもいいですよ。そうなんですね。飲んでるものだから、ビーズ状で飲んでもらってるんですね。あんこさんにお会いした時も、予防に飲んでねーって言ったの。はいはい、カプセルに入っているので、はい、飲んでもらったんですけど、ね、あこさん、むせてるの大丈夫ですかっていうのを私が喋っておきます。なので、飲むのは大丈夫ですよ。で、これをフルーツポンチみたいな感じなのを作ってもらって、入れておいて、みんなで予防に食べてもらうって言っても、中身がオレンジやシナモンと
ローズマリーなんですよ。パスタソースとかに入ってるローズマリーとかですから、全然あのみんな食べれるものですので何の問題もないですね。まあ抵抗的にね、もともとアロマが食べれるなんてってね思ってる人がまだまだいます。でもドテラのはあの、まあ、物によっては食べれませんが、オレンジであれシナモンであれ使えるので、まあ、うまく使うということはねおすすめしています。で、すごく最初の頃の、まあ、もう咳が出ちゃったらちょっとね、あのもう症状出ちゃってるんですが、症状の出るそうな時、出そうだなって感じる、なんかちょっと風邪ひきそうって、人間は敏感に察知しますね。人間は敏感に察知します。そこを侮るとちょっとね症状が出てちゃうんですけども、あ、なんか出そうって思った時にオンガードでガンガンうがいするといいんですよ。コップに 1滴ぐらい入れてガン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 、うがい薬のように使うと、すごく予防できます。そうなんですね。いや私もあのこの扁桃腺がすごく腫れて、あの、まあ、赤くなってるねって先生もおっしゃってたんですけど、はい、まあ、その時もうどんどんやってください。ね、あの本当にもうあまりのこうちょっと痛さにオンガード、はい、あのお口に垂らして飲みましたけどね。あ、そうですね。で、垂らしちゃうとピリって、それは炎症も起きてるから治すしちゃうので、コップを用意していただいて、レモンを飲むときみたいに一滴入れていただいて、それでコップでうがいするって言っても、まあ、一口ずつ入れればいいので、10回ぐらいうがいできますよね。はい、ガラガラガラって言って、もうこれを1日2時間おきぐらいにうがいすることが、足裏、あんこさんは足の裏にも塗ってください。もう症状出てるので、足の裏にココナッツオイルを塗っとけばいいんですから。抜いて靴下履いて、で、さっき言ったペパーミントはもうゲホゲホいってるから、この辺に塗ってもらって、で、もし風邪による頭痛、ゲホゲホするとこの辺がもう頭も響くねみたいになったら、ペパーミントをこの辺に一滴一滴ってつけてください。で、オンガードはこの辺に塗ってください。お家の中にいる間は大丈夫です。あのスプレーでもいいし、で周りにこうシュッシュッシュッシュお部屋に巻くとか。じゃあオンガードをあの、まあ、ココナッツオイルのにちょっと垂らして作っとけばいいですかね。じゃなくて、もうここに、はい、もうここにスリフリするといいね。はい。で、実はそういったものがもう商品ではあるんですよ。で、私はずっと、あの、ロールオンタイプっていうのをもう持ち歩いて、スリスリ、もう足とかいっぱいなんか、ゲホゲホしてると思ったら、一気にここに予防にリンパに塗ります。へぇ。作り方も教えてます。へぇ。配合もこの前、年末に教えましたね、私の。へぇ。ロールオンっていうボトルも売ってるんですよ。そういうコスメコーナーで売ってますので。多分大阪でもそういう、まあ、いろんなコスメの手作りキットコーナーみたいなところがあると思うので、あるいは通販でも買えます。通販でも売ってますので、そういうところで、大して高くないですね。なんのものです。2、300円のものです。あ、そうなんですね。それ10回買って、私はクラスでみんなで、はい、作りましょうってやるんですけど。なるほど。なるほど。ね、いや、まあ、今なんか、まあ、私とかはもういつもアマゾンで買い物するんですけど。ああ、大丈夫だと思います。ね、探していけば。はい。はい。あの、アマゾンで買い物するときは、このスピリチュアル TV の、このホームページの中にあるアマゾンをまずクリックしてもらって、そこから、あの、買っていただくと、まあ、スピリチュアル TV に、何パーセントかな ?3% かなが、あの、寄付されるので、ぜひ、あの、皆様もご協力よろしくお願いします。ここでちょっとコマーシャルしましたけど。はい。感じで、あの、ま、オンガードオンガードって言ってきたんですけど、実はね、今日はあの、はい、オンガードなんて持ってないねっていう人の方が、はい、絶対多いと思ったので、私のクラスでもオンガードを持ってる人は、ま、あの知らなかったっていうことでね、持ってない人が多いので、はい、今すぐ使いたいのにないじゃないっていうことになったりしてますよね。はい。あ、でもね、実はオンガードもアマゾンで買えますね。アマゾンで売ってました。アマゾンでも買えます、はい、なので 3% で皆さんすぐ速攻で買えますが、はい、他のものではさっき言ったアップル、リンゴのね、あの簡単なお料理をお伝えしたように、オレンジも、入ってるっていうこと
ったら、うん、オレンジが代わりに使えるんですよ。へえ。オレンジのオイルが、今日ディフィックしてるのが、オンガードの、オレンジなんですね。はいはい。はい。まあ、似たようなボトルですけれども、まあ、オレンジない人はまたオレンジの食べればいいと思ってると思うんだけど、まあ、こっちの方が凝縮されていて、有効成分がたくさんなので、うんうん、もちろん、オイルがあればオイルの方が素晴らしくいいんですけれども、なんかね、だからオレンジってイメージを持ってもらうといいと思います。はい、でオレンジはすごく、ま、本当はこっちをおすすめしますけれども、これもさっきと同じようなオンガードと同じ使い方で、だから料理とかにね、入れたりもできるし、はい、紅茶を入れてオレンジ垂らしたら、オレンジペコみたいな風に、オレンジ紅茶になるので、はいはい、ここに蜂蜜とかメープルシロップ入れるとお子さんも飲みやすいので、風邪予防に、よく入れると学校の水筒にも持っていけるということで、お母さんたちに教えてたりもしますので、オンガードはシナモンが入っていて、お子さんがどうも苦手らしいので、オレンジでもいいよってお伝えをしています。はい、結構ね、とても便利で、このオレンジは、私的には、インフルエンザというよりは普通の風邪の方にも素晴らしくいいので、ぜひお勧めしていて、使い方は今までと同じ、今話してた、はい、オンガードと同じなんですよね。ただね、あんこさんは今、まあ、風邪なので、風邪のお話中心なんですけれども、はい、このオレンジ持ってる方に、はい、まだまだすごい使い方ができるよっていうのがあって、はい、これはオンガードではできなくて、オレンジでできることがあるんです。はい。何でしょうか、ね、オレンジでできることは、はい、美味しいもの食べ過ぎたり、体調の栄養のバランスが偏ってくると、口内炎ってできたことがあります、ね。はい、あります。多いですね、私。あ、多いんですか？多いです。はい。口内炎ってなんか厄介ですよ。なんか気になって。できちゃった、気になってってね。なんか気持ちが嫌ですよね。オレンジがいいんです。そうなんですか。でね、口内炎にすごくオレンジがいいってことがまだまだ伝わってなくって。なので、紅茶にオレンジ入れて飲んでおくとか、あるいはもう、発生してしまってどっかにあるってね、気がついちゃったら、このオレンジをですね、例えば、スプレーを作っておいて、はい、さっき言って、それを吸って、口の中に、シュッてやってあげてもいいし、大きめの口内炎ができてたら、ちっちゃいのができて、大きいのができちゃったら、垂らしてあげる。そうなんですね。すごくもともと怪我しても、自分の打筋力と効果を持ってるので、はい、口の中の怪我ってね、治りやすい、自分の力で治しやすいっていうのがあるんですけれど、でも、さまざまな症状がありますから、口内炎にはあんこさんオレンジです。そうなんですね。まあ、ちょっと、紅茶に入れたりとかで飲めるんですかね。そうです。とっても美味しいし、お水に入れて、レモンとオレンジ入れて飲んでもいいんですよ、朝。私は結構レモンが、ワンパターンでありませんかっていうことがあって、ワンパターンで何でも飽きちゃうときがあるじゃないですか。くらいくても。なので、オレンジとレモンとみたいにして、あとミネラル私は入れたりするので、ミネラルもすごくおすすめですが、いろいろ言うとわかんないと思うから、オレンジ、口内炎って覚えておくと、ね、普段からオレンジでチョコレートの作るときもオレンジチョコが作れます。チョコ入りオレンジ。いいですね。まあ、私のところにもオレンジは一応あるんですけども、はい、そういう使い方知らなかったので、はい。はい、オレンジはね、トイレなんかにもすごくいいと思いますよ。除菌するのにもいいし、気持ちもいいし。除菌にもなるんですか？もう、もう全部抗菌効果があります。そうなんですね。すべてのものにあります。そういう、エッセンシャルオイルというの中でも、ドテラさんのは、全部そういうふうに、エッセンシャルオイルの力でですね、銘柄ではなくて、すべてのものに抗菌的な役割を使います。はい。だ用途に応じて、場所とかね、症状とか、人なのか、物なのかによっては、使い方が変わりますけれども、はい。
もちろんオレンジにも抗菌バッチリ、はい、じゃあ、はい、ね、本当にこう直美さんとお話ししてからね、またあのアロマのね世界がねなんか広がってきてね、もう最近はお洗濯もね、重曹とかね、まあコープとかでお洗濯してるんですけど、今日は、はい、まあ、柔軟剤も教えていただけるっていうことで、教えるよ、はい、もう準備はしてます、はい、はい、では引き続きまたこっちといろんなお話をお聞きしたいと思いますけれども、はい、どうでしょうか、今日の初めの子健康占いというところは、そうですね、それでね、健康占いをやろうと思ってはいたんですけれども、はい、1年の始まりなので、健康はね、まあ、もちろん大事なんですけれども、元に戻って、この、マンダラカードをちょっとやろうかなと思って、はい、はい、用意しました。というのですね、1年の始まりに今まで毎週ご好評、毎月ご好評、チャクラカードも、はい、とてもいいんですけれども、それは今の症状が出るわけですよね、はならないんですよ。あ、なるほど。はい。で、この、なんとかね、ご案内している秋山峰代さんのマンダラカードについては、はい、もちろん今の状態が出るんではあるんですけれども、それから読み解くこれからが出ますので、はい、こちらの方がいいだろうなと1年の始まりなので、はい、で、もちろん健康のこととかメンタルのこととか出てきますから、こちらが、今日にはいいんじゃないかなと思って、はい、ちょっとこうやって切ってたんですけれども、ありがとうございます。なのでまあ、もちろんチャクラカードもとても私も大好きで、はい、この間、ね、お見舞いに一緒にね、そうそうそう、行ったお友達の、はい、共通のお友達の方は、はい、あれチャクラカードっていう一個もお伝えしないし、そう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 、結構考えても言わないけど、わざとだったんですけど、今日の終わりの方ですからね、はい、でも好きなのありますかとかね、気になるのありますかっていつもの、この番組と同じようにね、順番に1枚ずつ何気に見せていて、ほんと選びましたよね、はい、であんこさんにもね、自然に背中に当てたりとか、教えてないのにあんこさんの周りに体に当ててましたよね。ああ、そう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 、私を通じて自分にね、来るって言って。そう。で、なんか、もう言わなくても、やっぱりあの方はそういう意味で、うん、もういろんなことが、こう、ちょっと感じる方なんだろうなと。そう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 、そう。ね、思って、素晴らしい感性だなと思って、愛を説明したくて、最後に実はって言ってね。そう。で、ちょっとびっくりしたのが、その、チャクラカードを直美さんが見せてね、彼女が、これって言ってした途端に、彼女ちょっとね、手がね、硬直してたんだけども、その手がね、スーッと伸びたんですよ。はい。だから私も、ああ、やっぱあのカードは、セドナの、プロのね、ヒーラーさんのクレグさんが、自分が調子が悪いっていう時に、体に当ててるのを見て、私が何してんのって思ったのと同じだなと思いましたよ。自分で自分をやることを分かって、自然になんか、アッコさんを流す、なんか、仲介役にして。使ってましたよね。そう、もう、いや、もうびっくりで、毎週、こうね、ちょっとキュッとなってたから、一生懸命こう私もこう伸ばそうと思ってしてたんだけど、ね、でもね、無理はできないなと思ってしてたら、そのカード見た途端に、スーッと力が抜けて。はい、私も見てて、緩くなって、本当にほどけて、ほんと目、見てわかるぐらいにはほどけてましたから、はぁ、私はアッコさんの手の優しさだと思ってたんですよ。そのカードを彼女が見て、これって言った途端にスーッと、なんか、力が抜けて、手が伸びたんで。また今度ね、あれ持ってね、彼女のとこ行ってみようと思ってますけれども。私も、チャクラカードも毎月やってきたので、今年は、月の初めが今1月なので、はい、マンダラだと後ろにタペストリーでも出てますけれども、はい、あれはチャクラカードが、タペストリーになっているものがありますので、はい、こう、タペストリーで部屋とか飾っておくと、チャクラ的にも気持ちがいいって私は思ってます。はい。はい。はい、で、マンダラカード、アッコさんから行ってみましょうか。ありがとうございます。気になってきたと思いますが、何回かやってるチャクラカードと、はいはい、
あとこのね、秋山峰雄さんのマンダラカードっていうのは、まあ、本当にあの今のお話のようにこうやっぱりその時必要なこととか、はい、その方に、ダイレクトに届けばいいなってものが出てるように思います。 ありがとう、はい、じゃあ、はい、今日はあのこの2018年に向けてのメッセージでしょうか。はい、でそれを、今の状態で見る、そしてあの、ね、それでぜひ皆さんに良い運ですね、健康も含めて、ね、メンタルも健康ですから、そして体も健康に、あったと風も、はい、風はね、肉体的に治りますけれどもね、はい、でもメンタルもしっかりしないといけませんのでね、はい、じゃあ、あったな、止めてください、ね、はい、じゃあ私ね、7回切ってもらっていいですか。じゃあ今からいきます、ね、はい、はい、では、はい、1、2、3、4、5、6、あ、落ちちゃいました、はい、ここに置いて、ここの一番上に来た感じですよね、はい、プロテクションっていうのが出ました。はい、33番です。あ、はい、33番、でもピンク色ですごい優しい、やっぱり色が出てますね、はい、はい、愛いっぱいということですね、はい、プロテクション、今ちょっと、はい、こちらのテキストブックで読み解きますね、はい、お願いします。33番ですね、なんかさんさんとちょうど今太陽の光がお部屋に入ってきました。沖縄あの日の出が遅いんですよ、あんこさん感じたと思うんですけど、そうですね、沖縄って7時になっても暗いですよね。あ、そう。いや、そうね。まあ、私は本当に今回は朝日もね、見れなかったんですよ。まあ、曇りとか雨とかで。はい。でもまあ、もし日が出る日であっても、太陽はだいたい7時半ぐらいからやっと、お部屋に届くぐらいです、まだ沖縄はね。だから今ちょうど8時過ぎて、まあ9時前ですけれども、朝のうち曇りっていう予報だったので、今、やっと感じました。よかったです。はい。じゃあ、33番はですね、はい、プロテクション。守護です。守られるっていうことですね。はい。で、ここに書いてあるのはですね、やっぱりこの、前何度かご説明してるんですけれども、こうピンク色が多いときって愛情のことで、ますね。はい、で、こうすごい見てもわかるんですけど、ピンクがいっぱいなんですよ、はい、このカードには。あ、はい。もう濃いピンクいっぱい。前も言いましたけど、あんこさんは愛がいっぱいの人なので、このカードも愛がいっぱいって出てます。で、最も力強いのは愛に満ちているというメッセージですね。で、さらにハイヤーセルフからも直接また愛を得られるっていうようなメッセージが出ていまして、で、このマンダラはゆっくりと時計回りに回転しています。はい。右回りですね。はい。で、あなたの愛がこれからますます増えて増幅して、はい、人にとってさまざまな日常にその愛を届ける人になるって。素敵。もういつも届けてるけど。もう本当にありがとうございます。はい。ですね。何かの恐れは解放してくださいって出てますから、はい、何かに対してちょっと構えてるものがあれば、もう解放していいですよっていうことですね。はい、次のこう自分のやりたいことに、ちょっとこう、着手していこうかなと思ってるんですけれども、はい。まあ、進めていきたい。まあまだまだ、こう、ちょっと、今までの片付けがね、整理がね、できてないもんですから、それをしてからとか、はい、あれをしてからとかね、ちょっと、逃げてたかもわからないので、まずそっちへ、まず。今年は守られてるハイヤーセルフがあなたを守ってますってことですよね、これ。守っていて、今も守ってますけど、カードから見ても、いつも感じてる私から見ても、愛はいっぱいで、それを、ご自分に満たしたものをちゃんと人に届けてらっしゃるっていうことですよね。で、それを広げていくのがますますお仕事になるっていうことじゃないですか。ありがたいですね。まあね、私のこう、ガイドはね、いつもね、こう、後ろからこう、ちゃんと受け止めてるからね、好きなことしていいんだよって言ってくれるんですけど、怖くて、そう、信頼しきれてないところがまだまだあるかなと思うんで。そうなんですね。いや、まあ、もうでも、羨ましいというか、
私もいつもあんこさんから愛をいただいて感謝しています。ありがとうございます。はい、今日は本当ありがとうございます。じゃあ、スミさんもね、見てくださいとおっしゃってます。スミさんね、あんこさん、おはようございます。ドテラのレモンは毎日飲んでいますって。あ、素敵。はい、オレンジが口内炎に効くとは初耳です。口内炎ができやすいので、早速オレンジ、出して飲んでみますということでね。で、マンダラカード、はい、6回でお願いしますということです。6回、はい、6回ですね。はい。風邪予防にもなりますけど、ね、オレンジ。でも皆さん、口内炎って、ちょっと栄養のバランスがどこかに偏りが出ているとき、まあ、欠乏しているときでもあるし、偏っているときでもあるから、もしそんなお知らせサインが出たら、ちょっと食生活の方も見直すっていうのも大事かなと思いますよ。はい、では6回いきます。はい、お願いします。はい、1,2,3,4,5,ここですね。じゃあ6、はい、で、ここですね。はい、一番なんだろう。12番、結構綺麗な真っ白い、白系の、はい、色です。はい、すごい素敵、白で綺麗ですね。10番パーストリブズ、これなんか過去のことじゃないかったかな。はい、ちょっと見てみますね。はいはい、お願いします。12番過去性ですね、やっぱりね。ここ過去性はあんこさんが、そうですね。もう過去性からのメッセージをいつもしてますから。はい、さんがお得意のところではあるんですが、一応カードから読み解きます。はい、お願いします。はい、これはですね、過去からのパワーと知恵が あなたにやってくるっていうことですね。ということは、今までの積み重ねてきた何かの経験からあなたが力が発揮できるっていうことですよね。はい、で、この瞬間が今までいろいろと流れがあった中で、ようやくこう経験が生かされるっていう、過去性といってもこう悪い意味ではなく、何かをやってきたことがようやく発揮できるっていうことに私は読み解きますね。で、ここからさらにこの先に行くためには、ちょっ とこのマンダラはですね、今起こっている問題にすごく役立つって書いてありますので、何か、つまり、もし何かうまくいかなかったことがあったり、やろうと思うことがあっても、ちょっと順調でなかったとしても、ようやく経験が生かされて、それが行くようになるために、カードがお知らせで、大丈夫、今までのことがようやくうまくいくよっていうお知らせだと思います。はい、で、自分の中で、非常にシンプルになることで、心をもうリラックスしていいですよっていうメッセージが、こちらの本の方にも出てますので、多分ですね、これは今までせっかく、ね、ご自分でいろんなことをやってきたことがようやく役に立つっていうので、安心してくださいっていうお知らせと、そしてやってね、今年はそれがうまくいくっていう。すごい、すみさん、よかったですね。他にご覧の皆様もよろしかったら、リクエストしていただきましたら、ナオミさんにカードしていただきますので、よろしくお願いします、はい、ね、ご遠慮なく、ぜひ用意しちゃってください。はい、はい、お名前、ニックネームと、ね、何回でお願いしますというふうに書いていただいたら大丈夫ですよ。はい、はい、ね、そうですね、ありがとうございます。はい、この秋山峰夫さん、また2月沖縄にやってきます。なるほど、そのカードの絵を描かれた方ですか。あ、後ろのチャクラカードもそうですね。同じ人ですね。チャクラカードもこのマンダラカードも秋山峰夫さんの作品ですね。で、秋山峰夫さん、何回かこの番組でもね、お話しさせてもらってますけれども、はい、全国行ってます。大阪とかもよく行かれてますよ、秋山峰夫さん。はい、大阪にもよく行ってるし、もう全国行っていて、世界にもね、行っているんですけれども、沖縄はですね、実は2月、来月ね、旧正月が、旧暦っていうのをね、何回かお話ししてますけれども、はい、沖縄旧暦のお正月はまだ2月なので、はい、いわゆるお正月気分っていうので、全国の皆さんが落ち着く頃に、はい、落ち着く頃に、沖縄もう一回、よし、正月準備って始まるんですよ。今からまたいろいろ、ちゃんとお重箱作るところもあるくらいですよ。はい。で、締め縄もね、
まだまだ飾りっぱなし、これから来るから、あ、なるほど飾りっぱなしだし、今回は秋山さんは沖縄の那覇っていうとこ以外にも石垣島にも行きますので、はい、離島の方で旧正月を一緒に迎える予定になってますので、2月14日から石垣島で、19、20日が那覇の方で、イベントを予定してますので、こういう点描があってね、あんこさんもぜひ今度ね、大阪でもいいので、チャンスがありましたら、お友達何人かと参加されてみるのはおすすめなんですよ。秋山稔さんのセミナーですね。そうそう、これ実は、もちろんこれ自体は秋山さんの作品ですけれども、この間一緒にお見舞いに行った彼女も沖縄に来てもらった時に、その時にこの秋山峰夫さんの点描画ワークショップに出たいということを目標にしてくださって、下半身こう縦半分で、半身不随で手も動かない難しいっていう、なんかもう一生懸命リハビリしてくださって参加してくださって、そして点描画をやったら気持ちもほどけてきて、表情もね、やってる間も素敵だったんです。ね、彼女ね、絵が描ける方なんですよ。で、まあ、私とこにもこう彼女の描いてくださった絵もね、飾ってあるんですけれども、だから本当に点描画、まあ彼女が描いたね、点描画も病室にも飾ってありましたよね。今の状態でも点を一つずつ打っていって、でご自分なりにね、あんこさんがもしチャレンジしたとしても絵にしようって思わなくて、なんか例えば絵をリンゴを描こうとかバナナを描こうとかそういうことじゃなくって、点を置くだけでいいんです。点を置くだけで何かの絵に見えたり、何かの色合いの組み合わせで自分の気持ちがそこに入るみたいなんですね。それが心のメンタルを読み解くみたいな感じで、秋山さん的にも少しずつメッセージを伝えてくれたり、ご自身で感じるメッセージが点から自分に向かってくるみたいなんですよ。すごく素敵な体験を皆さんがされますので、沖縄でも2月20日ですね、マンゴーカフェっていうところでやったり、石垣でも、今回は、2月18日日曜日に体験を設けてますので、あんこさんぜひ大阪もでもしょっちゅう行ってます。大阪は羨ましい。そうなんですね。ぜひ行かれるチャンスがね、日程が合えばね、そうですね、すごくですね、健康な方も、健康なこと以外でも、体の状態と心の状態もここに現れたりするので、面白いと思います。はい。はい。はい。ちょっと私もね、ぜひ伺ってみたいなって思いますね。はい、まあ、チャンスがあったらね、皆さん、ぜひ全国の皆さんお近くで、ね、はい、体験なさると、そのね、病院でお見舞いに行った彼女も、それから一緒に来てくれた、サポートしてくれたその時のね、はい、お友達も何人もいらっしゃってたんですけど、皆さん全く初めてですよ、点描画。で、まあ、点描画やってる人ってそうそういないと思うので、大抵ワークショップみんな初めてだったんですけど、朝10時から始まるんですね、大体。まあちょっと説明があって始まるから、実際取り組むのは11時ぐらいになるんですけど、で夕方4時ぐらいまでランチは取りますが、まあ、4、5時間はね、かかってるのに、皆さん4時ぐらいになって、はい、終わりなんです、時間なんです、ごめんなさいって言うと、もう夕方、もっとやってたいってみんな思うんですよ。すごく面白いですよ。それぐらい時間の流れもすごく早いというか、あっという間で、夢中になるっていう方も、はい。なので、まあね、ここの、この点描画っていうのは不思議なもので、やっぱりアッサンだったら特にやっぱり、点と字と、そして感じる自分っていう、その点を感じるんじゃないかなって私は思ったり、そうなんですね。ね、面白いと思いますよ。はい。はい。まあね、何かにこう集中するっていうことがね、なんか自分と向き合えてすごくいいなと思ってて、はい、ね、やっぱり
今の方のパストル・リブスとかがアンコさんなんですけど、マンダラカードって今年のなんかね、いいお知らせも出ますので、ぜひご覧の方で猫カード出してもらいたい方いたら、遠慮なくね、はい、お知らせください。はい、あのぜひあの、おみくじってアンコさん、今年引きました？どこか引きました。あ、引いた？どうでした？あの、波の上具でも引いたし、おきぐ、おきぐでも弾きましたね。あ、2回やったんですね。そうです。結果をみんなに教えてください。結果はね、まあ、あの、これやったかな。吉ですね。吉、やったー、ラッキー。はい、ラッキー。39番です。39でね。39、いい番号ですね。39。まあ、ただね、あの、こちらに良くすれば、あちらに悪く、右に良くすれば、左に悪く、常に心の迷いがあり、腹立ちやすい心を抑えて、利欲を捨てて、おごりを戒めれば、人望増し、利益を得ますということで、どうすればいいんやろって。まあ、あの、まあ、自分に中し、あの、まあ、言ったらもう周りに振り回されないでってね。自分をちゃんとしっかり信頼して、穏やかな気持ちで、進んでいきましょうっておっしゃってるのかなと思いますね。そうですね。波の上宮って、まあ、沖縄の中でもね、大変多くの人が初詣にも行く、はい、もう人気の、まあ、パワースポット。はい。はい、沖宮も同じパワースポットであり、やっぱりあの多くの人がもう初詣に行く、大変人気なんです。なんかこう行ってみて、こうその場所のなんか空気感とかいかがでしたか？あ、もうあの気持ちよかったですよ。で、そうですね、まああのちょっとこうね、沖宮もちょっとね、あの脇の方をちょっと、あ、一番上に行かれたんですよ。はい、行きました。天皇様であたられてる。うん、ちょっと脇へ行くとね、なんかまた違うね、爽やかさがあって。はい。お器具はちょっと新しくなったんですかね、なんかね、おっしゃってましたね、はいはい、階段が綺麗になっていてね。はい、はい。ちょっと外れたらね、またね、なんか、また違う味わいがあって、よかったし、はい、波の上具はね、もう何回も伺ってるんですけれども、はい、まあ、今回も、行ってすぐにね、お参りに行って、はい、そして、近くにビーチがあるので、はい、そちらで、まあ、暖かかったのでね、足をこう、ちょっとこう、海の、海水に入れさせていただいて、まず身を清めて、それからね、沖縄の旅を楽しもうと思って。はい、まあ、本当に、今回の沖縄、まあ、いつもそうですけど、もう、優しいというかね。なんか、もう本当に、直美さんに会えたのも素晴らしいし、あと、そのお見舞いにね、行けたことも喜びだった。喜びっていうか、まあ、会えたのがね、もう本当に嬉しくて、もう涙のね。もうね、もう出たくてそうそう。ね、もう泣きながらね、抱き合ってっていうようなね、こともあったりとかね。まあ、なんていうのかな、もう彼女のなんか力強さ、なんか本当にけなげさっていうのが、もうひしひしと伝わってきて、まあ私もこうね、毎朝ね、ちょっとこう、ヒーリングしてるんですよとかっていう話もさせてもらってたんですけど、まあ、本当にもう何とも言えないね、彼女の強さを感じましたね。ねえ、ねえ、うん、まあ、ねえ、やっぱりそうやって、みんなからもね、彼女はね、すごく愛されて、アンコさんと同じように愛がいっぱいで、で、同じようにやっぱあったかいハートで、だからやっぱりすごく大変な状況でもね、うんうん、みんなの愛に守られ、そしてアンコさんも毎日ね、彼女のためにね、彼女のためにっていうかね、本当にもうそうし、もう感謝の気持ちかな、私はね、ありがとうっていう、そういうね、気持ちでが、その表れなんですけれども、で、やっぱりその、ね、なんか、こう、泣き言言うわ、ま、泣きたいっていう気持ちはあるんだけれども、ね、泣きたいって言ってくれたのもありがたいし、で、だけど、その、自分のこの状態が皆さんのためになるんならっていうことでね、またね、ぜひお話もしていきたいとかね、そう、すごく前向きですよね。ね、
ね、私なんかぜひにね、まあ、今まだ病院に入院中でいらっしゃるんですけど、まあ、もしかして2月には、まあね、退院できるかもなって、ちょっといいお話耳に入ったじゃないですか。そしたらね、もしもなんですよ、可能でしたら、彼女は幸いにも喋ることには何の障害も出てないんですよ。ですから、喋りながらね、こういう感じで、あんこさんとまたね、スカイプで、まあ、一回でも、途中のちょっとでもね、何かこう、出てもらって、話してもらったら、また多くの愛がね、みんなにね、波動みたいにね、つながるんじゃないかな、なんてね、すごい感じてたんですよ。本当ね、そうですよね。すごく、まあね、お話ね、全然私わからないわと思われると思うんですけど、沖縄にね、まあ私たちの共通のお友達がいらっしゃって、まだね、40代かな、50代かな、40代ですよね。ね、ね、本当に若くて、すごく美しくてね、もう本当にサロンも、されていて、たくさんの方の、ね、お世話されていて、ね、もう光り輝くようなか、方なんですけれども、去年の夏に、脳出血を起こされて、ね、左半身がね、不随の状態になってしまったんですよ。ね、それから本当に、彼女、いろんな意味で、苦しまれて、まあ、私たちがお見舞いに行ったね、先日もね、実は昨日ね、ご主人に、なんかそういうね、お話もしたんですよっておっしゃってたんですけれども、いろんなね、心の格闘がある中ね、本当に笑顔を忘れずにね、感謝の気持ちを忘れずにね、愛をね、皆さんの本当に愛を素直にね、受け取ってくださっててね、毎回毎回私も感動なんですけれども、もうそうですね、去年の、11月頃でしたかね、Facebook で、彼女が、まだ左半身完全に麻痺してる状態なんですけれども、足のところに、器具をつけてね、階段の、上り下りの、まあ、リハビリをしているものを、お友達が、まあ、ビデオに撮って、ね、それを Facebook でね、アップしてくれてたんですよね。まあ、私もそれ見てね、もう本当に感動で、ね、彼女は、それをまたね、シェアしてもいいですよっておっしゃってくださってるので、また近いうちにね、シェアさせていただきたいなと思うんですけれども、ね、もうそういうね、自分のこう、リハビリの姿、本当に、女性だからね、やっぱりね、まあ、隠したい人もいるかもわからないんですけれども、まあ、彼女の場合はね、いいですよっていうことでね、オープンにしてくださってて、まあ、そのがまた素晴らしく美しいですよね。なんか、もう感動させていただけて、もう、私がこのその Facebook 見せてもらうたびにね、反対に励まされて。本当ですね。もう本当に何ていうのかな、ちょっと私も簡単な言葉ではちょっと言い表せないんですけれども、少し落ち着かれましたら、直美さんは司会業されてますのでね、この吉田直美さんは今もアナウンサーですので、はい、ぜひアナウンサーとして、司会していただいてね、ぜひ彼女の、お話をちょっとこう、皆様にもお届けしたいなと思いますね。そうなんですよ。そんな話も病室で言ってきましたよね。あ、もう私は司会をするから、講演はって言ってね。そうそうそう。まあ、本当にいろんな勇気と力、そして愛というのを感じることを、ね、女性だったらお化粧してない顔を、ね、Facebook 出すなんて、なんて例えば個人でさえも、ね、恥ずかしいと思う方がいらっしゃるようだと思うんですけど、ね、病室だからそんなこともできないけれども、ね、でも本当に、そのままですよね。そう、笑顔がね、素晴らしいし、もう美しい方なんでね、もうそれなりにですかね、美しいです。もともとのやっぱ精神状態っていうのが、顔の、例えば顔色とか、顔つきって人には出ると思うんですよね。で、ましてやその病気であったら、いろいろ難しいことあるだろうけれども、それでも本当に美しくて、なんか輝いてますよねって思いました。
ね、前向きな姿勢ですよね。本当に、本当に。で、いつの時もね、どんな時もね、グランディングができてるというかね、冷静に判断して、対処されたので、今回もね、車、一人で運転中に、脳出血されたんですよね。で、左がもう、だらんとしてきたっていうね、それで、あっと思ったっておっしゃってましたね。ね、はい、その辺のところはご本人からまたお話をお聞きされた方がいいかなと思うので、この話を聞いた後に実はあんこさんですね、似たようなケースの人に私遭遇したんですよ。本当にもう鳥肌が立ちました。男性でしたけど、運転中になんですよ、やっぱしなんかおかしいと思った時、まあ、沖縄の場合はほとんどの大人が運転をしますので、電車がねないので、ほとんどの人が車で移動しますから、はい、移動手段としてどうしても車乗ってる確率が高いんですと、男性の方で、やっぱ車を運転してたらなんかおかしいって思ったそうです、でおかしいかも分かんないけどいつもの自分の状態じゃないって思ったって言って、でこの今の彼女の話を一切してないんですね、知り合いの男性なんですね、そう、だからやっぱりおかしいと思って、でもやっぱりね何がおかしいかも分かんないからやっぱり運転って少し進んじゃうわけですよ、日常で、でもどうしてもねなんかね力が入ってこないっていうのに気づいたんですよ。ハンドル握りますから、ハンドル持ってる手にどっちがおかしいかもその時はもう理解できなかったそうですよ。の先ほどの彼女は片方が力入らないって言って分かった、ですごく分かりやすかったんですけど、その方は、分かんないけどなんか握ってる感じがしなかったそうです、それすごい怖いですよね、握ってる感じがしないってあんこさんも運転ができるから分かるんですけど、握ってる感じがしないけど握ってるのは目で分かりますよね、でもこれはとってもおかしいと思って、両手なんですか、両手、どっちかがもう認識ができる、どっちがおかしいじゃなくて、運転してることとちゃんと走ってるけれども、どっちの手に力が入らないかもわからないけど、手に力が入らないことにハッと気づいたんですけど、でやっぱりやばい、ね、おかしいと思って車を止めて、もうその後、もう本当に緊急事態で運ばれて、同じようなことです。一人で運転されてたんですか？もちろんです、もちろんです。じゃあ、車を脇に止めるとき、ハンドルは一応切れたんですか？はい、だからもう無意識ですけど人間って人間を守るっていうのと、力は入らなくてもすでに運転していたのでなんとかなったんですよね、でそれでもうその後は彼女も言ってたように一時的な部分的な意識が記憶がない、どうしてどうだったか、で人がね助けた人がこうだったっていうことは聞いてわかるけど覚えてないんでね、じゃあ言った自分が電話で、こう助けを求めた、わけじゃなくかな、そこまではなんとか意識がね、その彼もあったんですよ。じゃあ携帯を持って、はい、手は意識ないけれども一応かけることはできたのかな、はい、で動きはしたんですって、要するに感覚がないんですって、動くんですよ、でもそのままその後全然記憶がないっていうことで、彼は脳梗塞ですね、脳出血ではないです、脳梗塞です、はい、またパターンは違うんですけど、まあ、沖縄の場合ですね、まあ、その彼女もそうですが、運転してる時に起きるっていうのは非常に危険だし、非常に怖いと思うんですね。でも、まあ、その彼女もそうだけど、冷静に、とりあえず冷静になれたって、本当にすごいなと思います。車を譲るっていうことが果たしてね、じゃあ自分でできるだろうかとか、ブレーキかけるっていうことの、この場所とね、その流れがありますね。だってさ、サイドブレーキも引かないとダメでしょ。そう、だから本当に怖いと思うので、いやーもう運転してる時に判断力も含めね、脳の判断力も含めね、体の体感的なものも含め、まあんこさんもね、沖縄において、まあね、脳梗塞とか、ね、私はくも膜下出血ですね。そういうさまざまな予期せぬ出来事ですよね、予期せぬ症状って怖いな、そう、まあね、この番組のね、作ってくださったテディさんはね、脳梗塞かな、駅でね多分なられたと思うんですけれども、まあ、その時は多分ね、まあ、テディさんそこでも脳梗塞だから、
あっという間やったんじゃないですかね。意識が朦朧となってしまうのが。多分ね、誰かにね、連絡ができていればね、誰かが、そこへ駆けつけることもできたかもわからないし、周りにね、たくさんの人がいらっしゃるから、ね、誰かが気づいて、誰かに声かけて、助けを求めれば、でもね、東京だし、はっきり言って人に構わないっていうかね、そういう風習があったかもわからないですね。知らない人には声をかけないとかね、触らないみたいなことありますよね。沖縄は逆に大体助けてはくれると思いますけど。ですね。まあ、テギーさんは、まあ、お話の中で、たくさんの人に東京の真ん中でね、なんかこう、見捨てられたみたいにね、思ったっておっしゃってましたね。精神的にも非常に悲しく厳しいですね。まあ、でもだから、その彼女ですね、一緒にお見舞いした、彼女のね、いろんなこの変化、そして頑張り、そして気持ちの持ちようっていうのは、今後すごく多くの人に、本当に彼女も言ってた通りに、ね、まもなくだと思いますから、そしてその後に彼女には大きな役割が待ってるような気がしますね。そうですね。すごく、彼女のもう素晴らしい、また違う人生での大事な役割として、大きな柱になるんじゃないかなって思うし、何かもしも本当に私で役立つことあれば、何でもサポートしたいなって思ってます。本当ね。ね。まあ、本当に彼女の、もう、行動のすべてがね、まあ、本当に泣きたいんだけどね、涙が出ないって思うその気持ちとかね、素直にね、ちゃんとお話ししてくださるので、同じような、そういう症状がある方とかね、そういった方の、またね、力にもなるかなと思いますよね。だからまた本当にゆくゆくはなんかね、ちょっと登場してもらいたいなと思います。そうですよね。ね、はい、皆さんにね、こうちょっとね、ぜひね、彼女をね、紹介したいなと思いましたね。ね、はい、どうですかね、マンダラクードの方。そうですね、今まだちょっと、いらっしゃらない。あ、すいません、いらっしゃいますね。あ、たくさん、ちょっと待ってください。カエルさん、が、2月の沖縄旅行に行くことになったので、沖縄のお正月がどんなのか楽しみですということで。はい。2月に、お待ってますけど、沖縄の2月は、とっても寒くなるっていうのが、まあ、例年なんです。まあ、でも来るときに、あったかい日もある、ね、あんこさんが来たときも、海に足ぐらいはつけられるとかね、ありましたから、ね、その後は、ストーブもつけてましたから。そうそうそう。だから、実は今日の沖縄はですね、今日ですよ。昨日も25度行った地域もあって、今日は、私は長袖着てます。部屋の中なのでね。ですが、外は、なんか、ムーッとしてて、23度の予想です。うん、ああ、なるほどね。はい、行った当日はなんかね、クーラーもつけてたような気はするんですけど、そうですよ。で、車では湿気もある沖縄なので、クーラー入れないとなんかこうちょっとね気持ちが優れなかったりとか、2月ですか、いいですよ。お待ちしてます。もしあれですよ、秋山さんの時と重なったとしたら遊びにいらしたらいいですよ。お話し会もありますからぜひぜひ。はい。ね。いつかな、来るの楽しみにしてます。ね、はい。じゃあ、カエルさんの、カードメッセージ。ちょっと、何枚目とは入ってないので、じゃあ、はい、カエルさんのイメージしてお願いします。はい。じゃあ、カエルさん、せっかく沖縄に来てくださるので、はい、そういう旅もね、来てくださるということで、それも込めて切らせていただきます。あ、なんかすごい嬉しいな。沖縄に来てくださるって、あんこさんについて、また来てくださる方がいるんですね。嬉しい。よし、じゃあここです。はい。ここです。これです。何番だろう。14番。はい。いろんな色が入ってて綺麗ですね。はい。14番です。インテグレーションって書いてあります。何かな？はい。あ、すごい。ですね、これは統合っていう意味です。統合ですね。一つになる統合。合体とかの統合ですね。で、これはですね、ああ、すごいですね。やっぱりいろんな色があるだけで、いろいろな喜びに溢れるっていう年になりそうですね。いろんな喜びがやってくるよーって、これがまさにお花のいろんな色のようになってるようなマンダラなので、人生が花のように開き、いろいろと変化
していきますよ。心と体はあなたの本質と調和していくっていうことですね。素敵。で、このカードから、見ますと、今言ったように、例えば思ってるけどうまく行動がいかないとか、行動したいけど思いと違うとか、まあいろいろこううまくいかないね、体と心っていかないことがありますけれども、この絵のように、これからはハーモニーを奏でて体と心が一つになって花開くっていう素敵なメッセージが出てます。いいですね。はい。ね、まあ、次回沖縄に行くことによって、またね、さらにいろんな、こう、あなたのね、いいところが花開いてきますね。はい。で、このカードから一応ね、はい、もう一つだけ付け加えますと、はい、何かこう感情として、あ、これはいいとか、これが悪いって人間ってどうしても考えることありますよね。はい、それと、あんまり極端にやらない方がいいみたいですよ。もうこれからそれを統合していって、そんなにいい悪いを白黒はっきりさせるんではなくって、気持ちの中で何か起きた時には、ハーモニーで調整して統合する方に持っていくといいみたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、スミさんのご感想も来てますけれども、パールさんも、はい、おはようございます。パールさんもカードもしよかったら、何枚目っていうふうにおっしゃっていただいたら、引いてもらいますよ。はい、スミさんが、ナオミさん、ありがとうございます。今の私に大きな勇気を与えてくれて、本当に感謝です。ということで。はい、一生懸命やってきたことが実りそうな予感。やったーって、ね、やったーって、ね。はい、このやったーとかいい気持ちですよね、やっぱりね。ね、それで、ガンって発信してください。はい、揺らいでいましたが、自分に自信が持てそうです。嬉しいということで。はい、もうそう、すみさんの嬉しいって、やったーっていうのが、私たちにも、こう、本当になんか、いい、響きを、皆さんにもね、やったわけで。はい。ありがとうございます。ね、やっぱ、シェアできることも幸せですね。はい。ね、もう本当にこう、打ち込むね、パソコンにね、メッセージ入れるのもね、一つ一つ結構ね、気持ちが、ね、進まない場合もあるんですけど、書いてくださったりするのもすごく嬉しいので、ありがとうございます。はい。パールさんも、ナオミさん、おはようございます。私にもカードお願いします。5枚目ですということです。はい。じゃあ、ここからいきましょうね。はい、じゃあ、5回ですね。1、2、3、4、5。で、ここですね。はい。あと、18です。18番。はい。18番ですね。英語はね、コンテプレーションって書いてありますね。これはね、色がどちらかというと緑とか黄色っぽい色が多いんですね。これはね、結構ね、ネイチャー的な感じ、私のイメージ、自然のなんか美しさがすごくいい感じの番号ですね。18で、英語がわかる人はね、すごいこれです。もうすでにわかっていると思うんですけれども、これはですね、木想、瞑想みたいなものですかね。木想っていう意味になりますけれども、この、コンテプレーション、発音が合ってるかな。はい。これはですね、今、太陽のエネルギーをすごく、送ってるっていうことですね。で、太陽のエネルギーによって、あなたご自身がすごく癒され、さらにエネルギーも上がるっていうことで、お外に出ましょうっていう、やっぱり私が見た通りだ。外に出ましょうなんですよ。こもってないで、なんかこう、心の中もそうだけど、行動的なものも、こう、室内にいるよりは、ちょっと自然の中に飛び出ましょう。はい、そして、自然の太陽の光を浴びて、例えば、ちょっとお散歩公園に行って、緑の匂いとか、木々に触れ合うとか、もうすごく大事っていうところに来ますね。で、それはなんでかっていうと、お家の中はやっぱり毎日の日常っていう暮らしが、はい、まあ、目の前にどうしてもあるんですけど、ちょっとそれを置いておいて、5分でも10分でも、あんこさんが時々散歩に行くみたいに行くと、リフレッシュってありますよね。そうそうそう。ね。それはとっても大事なんだけど、なかなかできないじゃないですか、そう思っても。
で、できないけど、このカードは、パールさんにはぜひ、ちょっとそれやってごらん。うん、そうすると、太陽も応援するし、緑も応援するし、うん、そのエネルギーがあなたにチャージされますよ。そして、ご自身の何かプレッシャーが解放できるみたいな。プレッシャーがあるのかな、それを、はい、自然のネイチャーがあなたに応援したいって言ってるから、うん、それを受け取りに行ってください。ちょっと公園の散歩とか。うんうんうん。ね、ぜひね、ちょっと公園、まあ、今ね、ちょっと寒いかなと思われるかもわからないんですけれども。例えば、ま、これはまあ、極端に寒いとか雨の日に無理していくことはないと思うので、うん、何か機会がある時でもいいので、ちょっと意識して自然に触れるみたいなのもいいと思います。はい、いいですね。はい、まあ、もう少しすると、関西の方も、梅がね、はい、咲き始めるかなと思うので、2月頃かな、いいね、うん、ね、うん、梅を見に行ったり、まあ、花粉症でありますけど、でもまあ、ちょっと本当に、自然と触れ合うっていうのはいいですよね。はい、いいと思います。はい、もう、なかなか沖縄に行っても沖縄の人は海に行く機会が少ないんですけども。そうなんですか？そう、意識しないと海は通り過ぎるし、見てるけど、ダイレクトにね、行くことが減っちゃうので、やっぱり、どんなに沖縄にいる人でも、海に行くっていうのは、行く、わざわざ考えますか。同じだと思いますよ。都心部にいる人が公園に行こうっていうのはちょっと意識しないといけないので、意識されるのがすごく大事みたいですね。で、それがなんかね、すごくいろんな感性もやっぱり自然の中に行くとなんか解放されたり気持ちが良かったりね、目も、はい、ああ綺麗なもの見たりね、はい、匂いもね、アロマの匂いもいいんですけど、はい、自然界のね、緑の香り、はい、花の香りも素敵ですよね。ナオミさん、マロンさんも、はい、ジャムさんも、お願いします。はい、マロンさんは、はい、おはようございます。ということで、間に合いました。カードお願いします。8回でお願いします。ということですね。はい。じゃあ、マロンさんからいきますね。はい。はい。1、2、3、4。あ、今日落ちますね、5。元気やね。そうそう、8。はい、じゃこれです。はい、何番だろう。あ、ピンクいっぱい。すごい。ピンク色がいっぱいですよ。はい。63番。ヘブンリーメッセージ。はい、なんか天国からメッセージでしょうか。43番です。ピンクいっぱいですね。綺麗、これも。この方もきっと愛情のことですね。と、私は予感します。うん、あ、そうですよ。あ、43じゃないです。ごめんなさい。63番ですね。63。はい、ね。63って書いてあります。63。はい。そうそう。やっぱりヘブンリーだから、天からのメッセージが来てる。すごーいですね。で、この天からのメッセージっていうのは、もう、あなたは非常に考え方がもう整ってきています。だからこそもうそろそろステップアップの時期ですよっていうようなそんなメッセージでもありますね。で、そこにはすごく慈愛、慈しむ愛ですよね。慈しむ愛がすごくあなたを通して、あなたを次に進めてくれるっていうことで、非常にこう感情的なやっぱラブですね。愛のラブ。慈愛、慈しむ愛っていうものをもう非常にもう高めていくことがさらに次のステップアップにもなるっていうことで、実はこのカードはさっきもあんこさんもピンクいっぱいなんですけど、はいはい、ちょっと模様が、うん、形が違いますよね。うんうんうん、同じピンクでも、こちらの方がなんとなく色が濃かったり、そうですね、さらにねはっきりしたカラーになってませんか。そうですね、うん、スッキリした感じですね。と、はい、いうことで、ご自身の中身も、それからいろんな意味で、もう非常にしっかり、もういろんな意味で固まってきているので、うん、安心して次に進みなさいっていうことですよね。はい。で、もう非常にもう、この、カードの場合には、天はあなたを、おめでとうって言ってます。もうあなたは十分しっかりできたから、次に進んでください。その愛をみんなにまたね、役立つ人に、あんこさんもそうなんですけれども、なってますから、十分に慈しむ愛、
あんこさんは愛をもうオープンハートみたいな感じなんですけども、こちらは非常に慈しむ愛っていう慈愛の方もまた意識して、次に行ってくださいっていうカードですよ。おめでとうございます。はい、はい、おめでとう。ね、よかったですね、マロンさんね。ぜひ ね、ピンときたら行動に移すのが、これが本当に素晴らしい、なんていうかな、開運の方法ですよね。はい、ぜひぜひ。いいな。じゃあ次続いてジャムさんですかね。え？ジャムさんがねいらっしゃって、はい、10枚でお願いし、あ、10枚目ですね。はい。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。でね、あのね、ジャムさんね、10枚目って書いてあるから。10枚目、上から10枚目。そうやね。ええ、じゃあ、ちょっともう一回直して、一人。まだ上から10枚目ですね。面白いと思いますよ。そうですね。10回じゃなかったですね。そうそう、そう、私も勘違いして。間違えました。でも、まあ、それも面白いですよね。いや、面白いですね。じゃあ今、とりあえず整えたので、はい、じゃあ、ちょっと溶けていきますね。1枚溶けて、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、で、これが10枚です。はい。これが10枚ですね。なんだろう。15番。さっきの12番の方でしたっけ？白がいっぱいの方。14番でしたかね、さっきね。すごく似てますでしょ？ほんとね、ええ。だけど、やっぱりちょっとは違いますね。うん、で、これはダイナミックっていう、もう分かりやすいメッセージですね。ダイナミックでいこう。15番、でもちゃんと読み解きます。はい、お願いします。すごく白で綺麗ですね、はい、もうダイナミックっていうことで、今行動に出なさいっていうことです。今ですよ、今っていう流行り言葉がありましたけど、今です。いつ、今です、ね。今、なんかその考えてること、やろうと思ってることは、今やりなさいっていうことですね。で、それは、今やることで、ダイナミックに、こういう様々なエネルギーが応援してるっていうことですね。で、そして、なんか多くの過去性、さっきの方、そうそう、過去性的なことでしたよね。うんうん、で、それが力になるってことでしたけれども、これもその過去性のエネルギーがすべてもう、行ってくれ、行ってくれ、ドンと行ってくれって言ってるみたいですね。素敵。で、ここにはダイナミックって書いてあるんですけど、エネルギッシュっていうのがキーワードみたいです。私がとっても好きそうなカードですね。エネルギッシュに。で、とにかく全身あるのみ、前に行きなさいっていうカードですね。だから、今年は、こう考えて止まるとか、ちょっと後ろ向きになるんじゃなくて、何でも前向きに。そして、なんか、いつもの私ならやらないかもっていうことも、ダイナミックにチャレンジしてみてください。それが、もうあなたにできるエネルギーに満たされてますよっていうお伝えです。はい。はい、ありがとうございます。ね、また、次回もまたね、ナオミさんに、カードしていただきたいと思います。はい、で今日は本当に素敵なメッセージをありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で、今日、ちょっと私が楽しみにしている、はい、柔軟ですね。はい、そう。カエルさんがね、ナオミさん、はい、ありがとうございます。統合、本質との調和、素敵なカードで、とっても嬉しいです。ということで、良い、悪い、白黒つけずに、ハーモニーしていくと、良いというのが、今の私にぴったりなメッセージだと思いました。ありがとうございます。ということで。皆さん、本当に素敵な方がね、このね、スピ TV ご覧いただいてて、本当にあんこさんを通して、私もたくさん素敵な体験をいただいてありがとうございます。ね、もうこちらこそありがとうございます。うん、もうね、ナオミさんから、このアロマのことを、こう、いろいろ、こう、手ほどきというかね、そう、私、今回旅行行った時も、その、前回、教えていただいたアロマの、なんていうかな、ウェットティッシュ。ちゃんとね、はい。で、まあ、今回はその乾いた、キッチンペーパーを持って行って、で、アロマと、ココナッツオイルは別の瓶に入れていった。そうすると重たくないんで。
で、向こうに行ってから、それを、こう、お水を入れて、ちょっとね、ボトボトなりすぎたんですけど、まあもうね、ケースに入れずに、もう袋の中にね、入れて、ちょっとこう、絞った感じにして、そしたら、まあ4人で、ゲストハウスに、まあ、4泊したんですけれども、まあ、お掃除とかね、来てもらえないんで、自分たちでするのに、まあ一応ね、お手洗いにそれ置いときました。そして、毎回自分たちが使ったら、それで軽く拭いて捨ててねっていうことで、もう最後までとても気持ちよくね、使うことができたし、で、まあ、キッチンとかにも置いとけ、ね、お友達が一生懸命向こうにあった、テレビのね、リモコンをそれで拭いてましたね。だから、普通の、ので拭くよりも、オイルがちょっと入ってるので、綺麗に取れる。で、輝くっていうのがあって。で、ね、で、さらに私、年末のお掃除に、すごく役立ちました。もう、本当に、こう、ちょっと気づいたらすぐに拭けるし、で、まあ、ちょっとポーチの方のね、サッシとかが、ステンレスじゃなくて何かな、なんか、こう、アルミ、なんか、玄関ポーチのなんかこうね、ものとかがね、ちょっとほら、白くなってたんですけども、そう、オイルをで拭くとね、とても綺麗になりましたね。はい。そう、だからアロマオイルはね、いろんな使い方ができて、まあ、そういうのの、ティッシュもすごく便利に使っていただいてとっても嬉しいです。で、スプレーもね、さっきから言ってるオンガードでね、最初の方で話したように作ってもいいんですよっていうようなので、うん、同じように、車の、あんこさんも車がありますので、はい、車の、フロントガラスとかサイドミラーとかもスプレー式でシュシュってやると拭いておいたりするとすごく綺麗になりますよ。アロマオイル入りのスプレーをしておくと。はい。汚れが綺麗に取れて、まあ、ウェットティッシュだと、ほら、ガラスさらに傷つけちゃいけないので、車の場合はですね、スプレーをして、まあ、その、布で拭くと綺麗になります。香りもいいし。ね、はい、ね、本当にね、すごく重宝して、はい、この冬はね、ちょっと片付きましたね。私ああ、よかったです。どんどん皆さんもね、活用してください。で、今日は、柔軟剤ですよね、はい。それをお話ししないと待ってる方いると思うので、はい、お願いします。そもそもが、柔軟剤って本当は、昔なかったんですよ。皆さん覚えてますか？そうでしたね。昭和の生まれの私含め、昭和生まれの時の、お母さんに育ち、今も平成生まれのお母さんたちですからね。平成も30年だから、ね、お母さんたちも平成生まれです。私は昭和生まれの、昭和一桁のお母さんに生まれましたから、結構昭和の暮らしが長い方の人です。で、こういう人たちは、昔は洗濯するときに柔軟剤なんてなかったんですよ。私が子供の頃には洗濯も液体洗剤なんて見たことなくて粉洗剤しかなかった。で、まあそんな時代に育ちました。だけどいつの間にか柔軟剤なんていうのが出てきたんですけど、柔軟剤ってね、今ドラッグストアとか、まあ、スーパーとかで売ってる売り場通るだけですごい匂いがしませんか？ちょっとね。すごくないですか、ね、私がね、やっぱり下着がね、だんだん、こう、ちょっとこう、肌に合わなくなってきて、はい、で、まあ、綿 100% のね、下着に、はい、変えたりとかしてるんですけど、やっぱ洗濯がね、ね、はい、やっぱりこう、その、洗剤とか柔軟剤がね、はい、やっぱ私にはちょっときつかったな、っていうのがね、最近わかりましたね。私もとってもきついので、きついっていうのはね、多分実はみんなそうなんだと思うんですけど、なんか香りにごまかされていたりとか、その、使うとふわふわみたいな、なんていうんですか、宣伝が上手なんですよね。で、なんかふわふわすることがいいことみたいに、なんかちょっと思われちゃってる時代の傾向で、食べ物も柔らかいパンとか、何でも柔らかいものが、この10年、20年ぐらいはずっと流行りですかね。まあ、流行りですよね。昔はそうじゃなかったんですよ。何回かここでも喋ってるけど、昭和一桁の生まれのお母さんに育った私はですね、洗濯物はパリッとですね。パリッとシャキッと。
まあこうやって洋服はシワが出ないんで、もうパシッとこうなんか叩いて干したみたいなね、時代の古い親に育ちましたので、シーツなんかね、なんか糊をつけてね、なおかつこう、こういうふうにこう、揉んでね、で、なんか畳んだような気がするんです。ありましたよね。分かる人は嬉しい。でも、その頃が本当は当たり前で、実は今も本当はその方が、ホテルとか、病院とかのシーツってわざわざ糊つけてね、やってるぐらい、あれがやっぱ清潔感であり、きちんと生地っていうものを守ってるんだけど、今のは柔らかくするために生地も弱めてますね。まあ、感触はいいかもしれないけど、あれはどうかなって思って、生地も買い替えなくちゃっていうね、傷みやすくなるしね、で、香りついたら好きな匂いと嫌いな匂いが家族でもあったりとかね、まあいろいろありますけれども、あるまでやれば安心ですということで、とにかく安心のものは私は、お伝えするように体に触れる洗濯物は、安心がいいので、あと柔軟剤とか買っても重いし値段も出るしね、もう安くて体に良ければいいでしょっていうのをお伝えしていこうと思っています、はい、で、用意するものですね、メーカーが出るんですけど、メーカーどこでもいいですよ、お酢、はい、お酢ってお家にあると思うんですよ、はい、あります。で、お酢って多分、まあ、あんまり頻繁に使わなくても、普通のご家庭に1本くらいありますね。はい。はい。で、このお酢を使います。はい。食品ですよね。食品。食べ物だから、まあ、危険は少ないですね。体に使おうがね。っていうことで、お酢が必要です。はい。で、アロマは好きなオイルでいいんですけれども、香りですから、例えばラベンダーが好きな人はラベンダー、はい、で、大事なことが一つあります、はいはい、香りはどれでもいいとは言うものの、色がついてしまうようなオイルがあるんですよ。例えばオレンジとかオンガードとか、レモンとかはちょっと黄色っぽい色がつきやすい、薄めるとは言っても、はい、ちょっと黄色いものがついてしまいますので、それは、なるべく使わない方がいいとお勧めしています。はい、です。洗濯機の中でね、はい、回ってるんですよ、結局ね、たくさんのお水と一緒に。だから、かなりの量で薄まりますので、ダイレクトにつくっていうことはないんですけども、ちゃんとやれば。だけど、失敗する方もいるので、はい、危険を避けるために柑橘系のオイルは使わない、はい、色はつかないです、はい、でおすすめするそのこの柔軟剤に使うねおすすめのオイルはラベンダー、はい、ユーカリ、はい、かチートリー、はい、うん、この辺のものはとてもいいと思いますので、まあ、お持ちの中で考えてみてください。で、たったそれだけでできます。難しい柔軟剤の作り方はいくらでもあるんです。例えば、さっきちょっと途中で登場しました精製水とか、はい、あと皆さんがなんかアロマをやるとよく目にするエタノールとか、はい、こういうものを使うっていう手はいくらでもあるんですけど、はい、あとは、お酢がないとか、お酢はツンとする匂いが嫌いとかね、はい、いう時々いらっしゃる人なんかはクエン酸っていうのも薬局で売ってます。ドラッグストア、はい、クエン酸同じ役割ですね。お酢とね、はい、お酢がダメだっていう人はクエン酸でもいいです。これも植物で、はい、植物性のものを買えば植物から取ってるから安全ですね、はい、種類を選んでください、はい、で、あとはよくちょっとしっとり感がやっぱり欲しいっていう方がいるんですね、はいはい、今までの柔軟剤があまりにふんわり しなやかな感じになるんですから、はい、一気に私がこれからお伝えするお酢とか、はい、まあ、せいぜいその精製水とか、はい、エタノールでいいよなんて言うとどこがしっとりして柔らかくなるんですかっていうね心配をする人がいるんですけども、はい、まあ、どうしてもそういうのを柔らかくしたいと。私は必要はないって思うんだけど、どうしても柔らかくしたいって思う人がいたら、薬局で買えるんですけど、グリセリンっていうのもあるといいです。はい。うん。まあ、これ全然私は使いませんけれども、生徒さんもいろいろいらっしゃいまして、
どうしても柔らかくしたいと。そうですか。じゃあグリセリンをもう一つ買っといてくださいって、そういう時はお伝えします、うん、はい、ですが今は一番シンプルな話からいきますね、はい、もう手間いらずお金いらず、はい、簡単からがいいと思いますので、はい、じゃあ皆さんおさらいします、はい、用意するもの、お酢、はい、お酢です、はい、こんなメーカーの名前はなくても無印でも何でもいいです、お酢があれば、はい、ちなみにこの私が買っている、いつも買っているこのお酢は100円ぐらいで沖縄でも買えます。すごいリーズナブルでしょ、はい、でこれここの酢のメーカーってこの瓶なんですよ、これが正しいですよ。お酢がもしペットボトル入りで売っていたらちょっと合成物だと思ってください、はい、瓶が本物ですね、はい、メーカーはどこでもいいです、はい、この瓶また実は柔軟剤を作るのに使えますから、はい、空き瓶、お酢の瓶が出るときは残しておいてください、はい、とても重宝です。はい、であともう一つね、まあ、こういうオイル何でもいいですね、はい、ラベンダー、ティーツリー、フースキューカリー、そうですね、そんな感じのがあればいいかなと、まあ、基本的な、まあ、どこにでもあるものがいいかなと思いますね、はい、はい、で、作り方はなんかこんなような空き瓶ですね、100円ショップでもありますね、こういう瓶ね、はい、瓶がいいと思いますね、そういうわけで瓶で、このぐらい、これ500ぐらい入るやつですので、はい、それで、まあ、こうやって蓋ができるタイプを用意しておけば、はい、こう洗濯機のそばにね、置いておけますね、はい、安全に、ね、はい、で、用意するものは、たったそれだけ、まあ、かき混ぜるものとかあってもいいんですけど、そんなもいらないで作る方法を教えます。はい。はい、で、この瓶が500ってことは、500ぐらい今作るっていうことですね。はい。はい、で、このお酢をガバガバガバってこう全部、入れちゃってください。あ、そこにですね。はい。瓶の大きさがだいたい500とか450で100円ショップでも買えると思いますので、はい、ここのお酢っていうのは何個か CC が、あ、これちょうど500って書いてありますね。でしたら、はい、もうもし500のボトルだったらもうこのまんまでいいです。今これ開けてないんですけど、はい、ここ開けて、この瓶いらない、はい、新しいのがある人、新しいのがある人は、はい、これ500って書いてあったので。はい、こう開けますね、はい、開けます、開けます、このまま全部500使います、はい、で、アロマを入れるだけです、何滴かっていうことですよ、これから20滴入れてください、はい、20滴だけど全部1本で20滴じゃなくてもいいです、例えばラベンダーを10滴とティートリーを10滴でもいいし、はい、ラベンダーを15滴入れてティートリーを5滴でもか、はい、はい、ただ、火入れて、これちょうどいいですね。蓋もあるので。これでシャカシャカ、シャカシャカ、はい、してください。私は一応いつもこっちに入れ替えてましたけれども、今よく見たら500だったので、はい、こっちに使えるなと。はい、以上です。柔軟剤って、昔のお母さんたちみんなお酢で洗ってたんですよ。私は知ってますけど。そうなんですか。はい、うちの親もお酢で、なんかね、匂い取りとか、あと靴下洗うときなんかも、男の人のちょっと靴下匂うとか、そういう時にうちの親もお酢でいつも洗ってました。でもそれはなんか匂い取るためかなとか思ってましたけども、実はこれが柔軟剤の一番簡単なやつです。で、まあ、こういうふうに入れておけば、ここから洗濯機に、これちょうどいいですよね。柔軟剤入れるところありますよね。はい、口が、はい。そこに入っただけで使えばいいです。使えばいいだけです。とっても簡単ですよ、ね、だから、原価これが100台入れて100円、瓶買ってこなくていいからいいです、100円、うん、それで、まあ、オイル代が20滴ですから、まあ、何百円もしませんね、この1本でせいぜいの値段ですから、うん、何十滴しか使わないので、まあ、原価150円くらいで柔軟剤が500作れるということですね。でこれを言うとみんながあんこさんと同じようにこれだけですかみたいな方がいるので、もうちょっと難しいの教えてもいいんですけど、でもね、難しくするとね、続かないんですよ、みんなにやってるっていうと、もうやってないです、なんでって言ったら、なんか配合が分かんなくなっちゃってとかね、忘れちゃうんですけど、ちょっとだけ工夫できる方法でいくと、こっちのがあったとしますね。で、お酢がこんな新しいのじゃなくて、余ってるっていうか、使ってる途中で、はい、のがとしたら、
覚えやすい方法を教えたいと思います。はい。こっちに、さっきの生成水ですね。はい。生水。こっちの方から100、覚えやすいからメモすることでもない。はい。で、100ね、入れます。こうやってね。はい。100位ですね。100だったらとっても簡単です。なんか、計量カップ1個ぐらいはね、お米炊くときも使うので、はい、ね、100って言ったら入れやすいと思うんですね。生成水を、まず 100cc 入れます。はい、ね。100cc 入れます。じゃあ、入れたとします。そして、お酢。このお酢は使いますけども、今度すごく量が少ないですよ。はい、お酢は大さじ1。大さじ1。で、お酢が嫌だっていうね、人は、さっき言っていた、クエン酸。はい。お酢が嫌だっていう人は、クエン酸でもいいですから、それを大さじ1。はい、大さじ1なんでとっても簡単です、はい。それで柔らかくしたい人にはってさっき言いましたよね。はい、グリセリンって言いましたでしょ、はい、これを大さじ1。どっちも大さじ1ですから簡単。はい、大さじ1。お酢も大さじ1。ね。で、お水は100。平成水ね。はい、とっても簡単。で、はい、オイル。はい、オイルはさっきと同じで20滴なので、組み合わせてもいいし、1個でラベンダー20滴でもいいです。で、私がね、結構好きなのはユーカリとラベンダーの組み合わせとかも好きです。はい、ユーカリってすごく、あんこさんみたいにちょっと気管支系の風邪をひいてるときにすごくいいので、洗濯物の方に入れちゃえば身につくじゃないですか。はい、はい。そういうので洗っておくと、ここからね、生地の中に入っちゃいます。あ、はい、それで、まあ、こう入れたら、それで今の100の量だから、このちょっとですね、はいはい、これ 500cc だから5倍で作るとしたら 500cc やって大さじは5ですね、うん、でも500入れちゃうと400にした方がいいですね、はい、400入れて大さじ5、大さじ5って入れて、あ、なるほど、500の場合は、生成水が400、400にして、大さじは4にして、グリセリンも4にすれば、4倍作っておけますね。はい。はい。ですね。そして、20滴は20滴では足りないですから、40滴ぐらいも入れた方がいいですね。はい。はい。まあ、それで作っておけば、まあ、洗濯機の量にもよりますけれども、これぐらいであれば、もしフルで、まあ、さっきの、こっちのでもですけど、500ね。500あれば、10回ぐらい使えると思います。そうですね。うん。使えると思う。はい。まあ、でも全然お酢使って問題ないので、私はいつもこっちだけです。はい。はい。ね、もう、とっても簡単ですが、すべて、無添加ですね。植物ですので、はい、グリセリンにしても、クエン酸にしても植物のものですので、はい、植物由来のもので作れますから、全部安全品です。ただもう、めんどくさいから、お酢だけ買ってくればいいと思う。うん、あればいいと思います。うん、いいですね。クエン酸の代わりにお酢を使えばいいっていうことですね。そうです。クエン酸、例えば、どれも1000円ぐらいしますよね。800円とかね。クエン酸とかグリセリンが、まあ、これも500のボトルですけど、買ってきてもね、大さじ1ずつぐらいしか使わないというものの1000円、1000円ぐらいね、うん、例えば。なんかね、アマゾンでね、私、この大きな袋入りのね、クエン酸買ったんですよ。あ、そうですか。なんでもいいのかな。あ、いいと思います。中身は粉ですか、それ。粉。うん、いいですよ。これも粉状です。サラサラしてるやつ、ね。そうそう、そのクエン酸もね、買ってあるんですけど、それは、お値段の割に量が少ない。けれども、アマゾンで袋入りのやつはね、お値段の割に量が多かった。あ、ラッキーです。そうです。ラッキーですね。全然いいです。でも、いちいち調合がね、やがてね、めんどくさくなるんですよ。そうですね。結構しょっちゅうね、作るんで。あ、じゃあ作ってください。だから、まあ、この中に直接入れちゃえば、ね、ここだったら空いてるから。いいですね。いいですね。ねえ。ね、本当に、結構こういう、アロマで作るものっていうのが、なんか、はい、お肌に優しいし、ね、はい、なんか、すごく重宝しますね。はい。はい。ぜひ、毎日ですよね、なんか洗濯って、何気に毎日結局ね、やんなきゃいけないことがあったりするので、
お子さんがいる方だったら、なおさら回数がね、例えばね、使ったりする人、私の知ってる人はもっと大きい、あの2リットルのペットボトルぐらいの大きさの、で、なんかガバって作ってますよ。はあ。で、本当は瓶がいいんだよって教えたんですけど、瓶、うんうん、でも毎日使ってますから、うんうんうん、今私がなぜ瓶がいいかって言ったのは、作り置きで、こう何回分かね、貯めて作ってて、うん、まあ、洗濯機のとこ置いとけばっていうことで、瓶がいいよって、まあ、お酢なんかですからね、言ってるんですけれども、もう毎日洗濯の回数が多い人は、1日でね、こんなの終わっちゃうんだそうです。沖縄は子供が多いので、だから、まあ、そういう人はね、いいんですよ。もうどんどん使うから。だけど、明日の分も明後日の分もってあるんだったら、やっぱ瓶の方が品質がちゃんと守られるので、アロマも含んでますので、はい、そこが安全ですね。はい、じゃあ、瓶を使いたいと思います。はい。はい、ね。なんか、こういうお酢の瓶そのまま使えそうですよ、今見たら。あ、そうですね。ぜひね、使いたいと思いますね。本当にまたね、こうして、また次回も何か教えてもらえたらなと思いますけど、はい、次回もね、ぜひアロマのですね、楽しい使い方をお伝えしたいと思います。で、結構、そろそろ、あれじゃないですか、あんこさんもこういう空き瓶とか出てきてますか？はい、できますよ。はい。空き瓶が出た方は、まず捨てないようにお願いします。そうなんですね。ね、結構実は買うときはお値段がかかるじゃないですか。で、再利用がいっぱいできるのと、素敵な使い方を私はお伝えできますので、はい、じゃあ来月はこの空き瓶を捨てないで。はい、では、次回は空き瓶のアロマの空き瓶の使い方ですかね。はい、これねとっても楽しいし、でまあアロマを長くやってる人は、まあ、ちょっと小分けしたりしてね、まあ、プチプレゼントを作って差し上げるなんて人もいらっしゃいますが、そっではなく私が伝えたいのは、ご家庭でどう使えるかっていうことね、その方がいいと思うので、ご家庭で空き瓶を捨てる前にちょっと待ってみたいな、そんなことがありますね。ちょっと待って、ね、使い方をお伝えしたいな、はい、楽しいですよ、はい、私すごい最初はね、どうするんだろうってね、自分のお家で溜まってきたときに悩みそうだったときに、空き瓶が出てきたなぁと思ったときに、もったいないんですよ、周りにいっぱいくっついてるから。発酵もそうなんだけど、発酵でいろんな酵素を起こしていくと、その瓶そのものにもうそこにね、酵素がついてるから、それって言ったらもったいないので、ミキなり甘酒なり作っても、瓶がそのもの、また水でね、こう埋めてもなんかしても使いたい人なので、周りについてるじゃないですか、もったいないですよね、私お風呂に入れてこんなしちゃったけどそれは次回、ああ、楽しみね、次回ね、はい、はい、じゃあまた次回もそうですね、今日のマンダラ、マンダラのカード、はい、ぜひまたやりますよ、はい、マンダラカードと、はい、アロマの空き瓶の使い方などをね、はい、教えてもらいたいと思います。はい、ぜひぜひ。はい、本日も本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではまた次回、次回は、2月の7日です。はい。ぜひ、ま、いろいろとまた教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、今日もどうもありがとうございました。では、またよろしくお願いします。皆さん今日は本当にありがとうございました。